こんばんは。ハロー、アサギーニョです。今日はみんなに伝えたいことがあります。みんなにっていうか、好きなことが見つからないっていう人、やりたいことがわからないって人、今自分がやってることが本当に自分のやりたいことなのか迷っちゃった人、そんなみんなと語る動画です。ドキュン。私の悩みも実は昔まで自分の夢が何なのかとかいうことに悩んでて、だからすごくみんなの言ってる気持ちがわかるというか、私の DM とか私にくれるメッセージとかで悩み相談で一番多いのがやっぱりこれで、自分のやりたいことがわかんないっていうのがもう質問コーナーとかしても半分ぐらいって言ってもいいぐらいメッセージをもらうねんな。だからこれにはちょっとしっかり自分の思ってることを伝えようと思って動画を回してます。まず私は結局今最終的に行き着いた考えはことではなくて感情だなっていう風に思った。ことっていうのはやりたいこととか仕事のこととか、そういう風に夢とかやりたいことが全部ことだと思い込んでしまいがちやけど、そうじゃないんだって気づいてから、私は結構自分の人生の充実度というか迷わなくなったし、すごく楽しくなったから、これはちょっと伝えたいなと思って。みんな今日はちょっとベッドに入りながらでもゆっくり聞いてもらえたら嬉しいです。私が YouTube をやってる理由とかそういうのも今回の話でちょっとでも伝わるかなって思って喋ります。ドキュン。私は今 YouTube やったり音楽やったりお店を開いたりアパレルのブランド服を作ったりとか演技をやったりフォト作品を作ったり中国でも活動したり絵も描いたりいろんなことを今やってて、でもそれにちょっと悩んだこともあって、サギーニョは何がしたいんっていう風によく聞かれることもあって、結局は何になりたいんですかとか聞かれた時に答えられへん自分もすごい悩んで、あともうちょっと昔で言うと20歳ぐらいの頃、私が19の時にこっちに上京してんけど、上京してきたはいいけど私は本当に歌を歌うこと、それが自分の生きがいなんだろうか、大丈夫かって思ったこともあった。だから私もその時から自分のやりたいことが明確に決まってたわけじゃ全然なくて、ほんまに年々ちょっとずつ今の考えに近づいていったっていう感じです。で、私最近私の友達で会社で勤めてる子がおんねんけど、その子からもう悩みもらって、それもまたこうみんなからもらうメッセージと似てて、今自分が会社で働いてるけど自分が思ってた世界と違う、想像と違う、淡々と仕事こなす毎日でやりたいことが本当にこれなのかっていう悩みを持ってて、この自分のやりたいことって本当にめちゃくちゃみんなやっぱり悩むんやなって思って、で私はその子に言ったのは、ワクワクしたいのであればお仕事を変えるとか、お給料が減ったとしても自分の生きがいとかやりたいことをそれを優先したいって思うなら、それはもう一歩踏み出すべきじゃないかなって言ってて、というのも私自分の夢とかゴールとか目標を決めるときに、最初言ったみたいにことじゃなくって仕事でもなくって、自分のどういう風に生きたいかっていう気持ちとかを夢にするっていうのがいいんじゃないかなって最近私は気づいて、将来の夢はとか何がやりたいんですかって言われたら、やっぱりこうみんなに伝えやすくさ、何々で1位を取ることとか有名になることとか歌手になることとかいう全部やっぱりことでこう伝えがちやし、自分でもそう思いがちやけど、もしじゃあ有名になりたいっていう人がいて、その有名になり方が全然自分の不本意な有名になり方やったらさ、例えばさ自分の見せたくないものが広がっちゃって有名になっちゃったとか、それで有名になっても夢が叶ったとはやっぱり言われへんやんか。有名になってどうありたいか、どういう気持ちになっていたいかっていうところを夢にするっていうのが私はいいのかなと思ったりする。でもそこがなかなか難しいとこではあると思うねんけど、私の夢はおばあちゃんになってもワクワクしていたいっていうのが私の夢だから、それまではさもういろんなことを私やってさ何がしたんやろうと思ってたけど、ワクワクしていたいっていうことが自分の夢であり正解なんやったら全部が正解やって思えて、お洋服作るのも音楽作るのも動画作るのも何するのも自分がワクワクするためにやってるんだって思ったら、ワクワクしないことを逆にもう絶対やらないとか決めることもできたし、私がすごくたくさんの人に認知されるようなチャンスがあったとしても、それが自分のワクワクとはつながらないって思ったら、パッて、あ、それはやらんとこって思える。どんだけ知名度が上がるとしてもそれはやらないっていう決意ができるようになった。ドキュン。
それでまだ夢とかやりたいことも見つかってないですっていう人は、私は特に悩む必要はないんじゃないかなって思う。悩むよりもっと自分のことを知ろうとか、ポジティブにやっぱり生きないといけないと思って。そうじゃないと悩めば悩むほどワクワクとはやっぱ遠ざかっていくから、道のりはこう長くなっていくんじゃないかなと思って。自分ってどんな時にワクワクするかなとか、わーこの人素敵やなって思う人、出てきた言葉がもうほんまになんか月並みな、かっこいいとか、なんかすごく元気とか、ワクワクしてそうだからとか。でもそんなんでも全然いいと思ってて、うちはだってさ、ワクワクっていう言葉もさ、無限の数の中から出てきた言葉やから、ワクワクが夢ってそんなんなんか、いやいやみんなそうやろとかいう風に思うかもしれんけど、私の中ではこの言葉が結構特別なんよね。だからみんなの心の中に出てきた元気とかキラキラとか、そういう言葉も特別に大事にした方がいいと思う。うちは意外と言葉なんて星の数ほどある言葉の中からそれが自分の中でこう選ばれたわけやから、私はすごい大事にしようと思ってる。そして自分がどうありたい、こういう人間でありたいっていうのが見つかったら、そっからはもう行動するのみ。まずやってみて、あれなんか違った、やってみて、うわ間違えた、じゃあ違うとこ、どん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 変化していけるっていうのはすごい大事な勇気やなって思う。やっぱりどうしてもみんなで同じことをしてそれが当たり前ってなったら、そっから変化することってすごく勇気いるし超怖いけど、もし自分の選んだ選択が、いやいやそんな普通じゃないで、お給料減るのにそんなことしていいのとか、いろんな人が言うかもしれへんけど、自分の最初に決めたこういう人間でありたいっていうのをもうなんせ忘れずに、しかもそれが一番大切やって思ってたら、きっと勇気出るはず。だってステータスとかお金とかそういうのって自分の感情より大事なことはないと思うねんや。だってもしお金があっても何のために生きてんねやって思ってんのと、お金がなくてもうわ楽しいワクワクするって死ぬまで思い続けられるのやったら、私はワクワクを選ぶかなって思う。自分の感情より大事なことなんて多分ないと思う。あるかな、ないと思う。自分の感情がやっぱり一番大事やし、そこは自己中になってでも自分の人生なんだから、自分で選んでいきたいなって思う。バキュン。もし自分が行動に移したいのに移せないっていう人がいたら、それを行動にした時に自分が不安に思ってることをいっぱい書き出す。会社辞めたらお母さんに怒られるかもしれない、こんなことしたら白い目で見られるかもしれない、これしたらご飯が食べていけなくなるかもしれない、誰かに迷惑をかけるかもしれない。書いていったら、あれ？いや、なんとかできるかも。意外と出てきたその不安って解決できることやったりするから、やれ意外と、いやこんなもんか、これやったらなんとかできそうやなって思えたりするから、まず書くっていうのも一つのアクションだから、書いてみる。バキュン。私はワクワクをし続けたいっていう風に思ったから、自分がワクワクすること全部やろうと思って、しかもちょっとずつ叶えていこうって思った。そしたら不思議とね、すごくね最近増えてきて、やりたいことあれもこれもあれもこれもって思って、毎日が楽しいって思える。もちろん悩みもあるし落ち込むことも結構あるけど、だけど自分の感情を痛めつけてまでやりたくないことはやらないとか決めて、自分をの感情本当に大事に最近は生きるようにしました。みんなもみんなの自分の心の物差しというか、誰に何と言われようと自分の今の感情が一番正しいんだって思って、自分の人生の選択をしてみてください。なんか、恥ずかしいですが、私がこんな真面目に話すの、これは私の考えなので、みんなにこの考えが広まれとか伝われとか、みんなそうすればいいのにとは全然思わなくて、けど私のファンのみんなで、しかもそれで悩んでるっていう人がいたら、この話を聞いて何かちょっとでも感じてもらえたらいいなと思って今日は喋りました。バキュン。ということで、お休み前のお悩み相談室でした。みんな大丈夫です。自分がワクワクしてたらそれが一番なので、誰にどう言われようと、自分がワクワクしてることが一番なので、お母さんに怒られようと、お父さんに反対されようと、自分がワクワクしてることが一番なので、絶対なので、それはそれによって誰かが死ぬとかそこまでのことには多分ならないので、恋人と別れたいけど相手がかわいそうでとかは、そんなの相手のためにもならないし、自分の感情が一番なので、なので大丈夫です。明日からも少しずつワクワクを探してハッピーなライフを送りましょう。じゃあね、また次の動画も見てね。これからも私はワクワクを届けるよ。じゃあね、バキュー。